皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回は背中の厚みを効率よくつけていくためのおすすめ種目3種目ご紹介していきたいと思います。以前の動画でもねご説明しましたけども、その厚みに特化して鍛えるとか広がりに特化して鍛えるっていうのは、まあ厳密に言うと不可能であって、しっかりね背中を鍛えていけば厚みも広がりも自然とついてくるものなんですね。まあただその中でも厚みをつけていくのに重要な筋肉というのを重点的にね鍛えられる、そういう種目を重点的にやり込んでいくことで厚み広がり両方ついたけども、どっちかっていうと厚みがすごい良くなったよねって言われるような、まあ、そういう変化をね起こすことができるので、今回はねそのためにね私がおすすめする種目を3種目ご紹介したいなと思います。ではねその種目の紹介に行く前に、じゃあその厚みをね効率よくつけていくためのポイントをまずねご説明させていただきたいんですけども、厚みをつけていくためには体のね中心にある僧帽筋と脊柱起立筋をしっかり鍛えてあげる、重点的に鍛えてあげる必要があります。まあ、ということで、まあ、このね、僧帽筋とか、まあ、特に僧帽筋が大事になってくるんですけども、この僧帽筋と脊柱起立筋を効率よく鍛えるための種目は何かなというふうに考えると、まあ、3種目ね、私がご紹介させていただくうちのね、まず1つ目がデッドリフトになります。まあ、やったことある方なら分かると思うんですけどね、ハムとかね、お尻、のね、筋肉を、まあ、メインで鍛えるトレーニングではあるんですけども、かなりの高重量を扱えるだけあってですね、しっかり上半身をまっすぐ保つためにですね、脊柱起立筋とかね僧帽筋といった筋肉にもかなりのね負荷がかかります。久しぶりにデッドリフトやったりするとね、僧帽筋とかね脊柱起立筋、腰回りがねものすごい筋肉痛になったなんて方もねたくさんいらっしゃるかと思うんですけども、それだけねしっかり背中の厚みに重要な脊柱起立筋とか僧帽筋を強く刺激してくれる種目なので、きついトレーニング、難しいトレーニングですけども、ぜひぜひねできるようになっていただいてデッドリフトをやり込んでいただければなと思います。腰がちょっと不安だなという方は、パワーラックのねセーフティーなんかを使ってちょっとね上の位置からスタートしていただくと、腰への負担を減らしつつねしっかり僧帽筋なんかにね負荷をかけていくことができるので、そういうやり方も検討してみるといいんじゃないかなと思います。そして2種目目がベントオーバーローになります。はい、まあ、これもね背中のトレーニングの基本、もう懸垂に並ぶ基本の種目なんですけども、前からね後ろに引く種目の中でも特に高重量が扱えて、しかもフリーウェイトなので一度にいろんな筋肉を動員できると、僧帽筋だけでなくてねバランスを取るための菱形筋とかね肩のね後ろリアデルトといったね筋肉なんかもかなり強く刺激をされるので、厚みをつけながらねこう背中の上の方のねボコボコ感を出すのにもね非常に大事な種目になってきます。で他の動画でも解説しましたけども、このベントオーバーロー実はね、まあ、背中のトレーニングなんですけども、姿勢をしっかり維持して正しく行うためにはお尻とかねハムの筋肉筋力がすごい重要になってくるので、そういう意味でもねデッドリフトはねしっかりやっていただきたいなということで、デッドリフトが1種目目、そして2種目目にベントオーバーローということで紹介させていただきました。2種目ともね非常に効果的で重要な種目なので、ぜひねやり込んでいただければと思います。そして3種目目が、シーテッドローになります。これはね広がりをつける種目の時にも紹介しましたけども、広がりの時はねこのニュートラルグリップで脇をね締めてというふうにお話をしましたけども、今度は順手オーバーハンドグリップで握っていただいて、ちょっと脇を開いてね胸の、まあ、バストトップあたりに持ってくるような感じで引いていただくと、僧帽筋に
よりね重点的に聞かせることができるので、このやり方でね、シーテッドローをやっていただくとより効率よくね僧帽筋刺激することができるので厚みをつけるのに効果的になってきます。ぜひぜひね試してみてください。同じ種目ですけどね、ちょっとしたこう握り方の違い、フォームの違いで効く箇所が変わってきますので、ぜひぜひねやり込んでいただければと思います。はい、今回はですね背中の厚みをつけるのに効果的な種目3種目ご紹介させていただきました。ぜひ参考にしていただいてね、分厚い背中手に入れていただければと思います。他にもね何か知りたいことがあればぜひねコメント書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。